あと10日を切っちゃいまして、夏の終わりが近づいてますね。それにしても地球温暖化が原因と言われている異常気象、世界的にも各地で甚大な、ね、被害を及ぼしております。規模が大きくなるにつれて、人ごとのようにちょっとね思ってしまうところもあるんですが、まあ、今一度環境問題を直視しなければならない状況に置かれていることに気づくこと、そして小さなことからコツコツとがね、大事なんでしょうけれどもね。ラジオンらしくない社会派なオープニングとなりましたけれども、まあね、でも本当に目を向けないといけないところはありますよね。そして日々の疑問も浮かび上がってきますね。このビニール袋をエコバッグに変えるだけで、自分一人が変えるだけで本当にして、いろんなニュースも出たりしておりますね。エコバッグを買った方が、あまり良くないんじゃないだろうかなんていう反対派も出てくるわけです。そうするとまあね、何もできないことになるので、やっぱり何かをしつつ進んでいくしかないなとは思うんですね。そして、昔の夏は日中も遊べましたよねと、今は確実に無理、たまにある熱帯夜でしか使えなかったエアコン、本当ね、そういうイメージでしたよね。僕もなんだろう、無駄につけてたら怒られるような、そんな感じでしたね。皆さんも多いんじゃないでしょうか。まあ、未だに何つけてんのって怒る人もいるのかもしれないですけどね。ただこうつけっぱなしの方が電気代食わないことが分かったりとか、まあ、それもねどうなんでしょうかね。こういろんな説があるから、実際試して自分の目で自分の部屋ではどうなんだろうってのを試して初めて分かることではあると思うんですよね。まあ、最近はあの小型の扇風機を顔に当ててる方が増えた気がしますね。で、男性はあんまりいないんですけれども、やっぱ女性のそのメイクの崩れとか、汗顔にかいちゃうとね、いろいろ大変なんだろうなと思いながら見ています、そして、ビタミン D の話なんですけれども、